ジョン・メルフィ・ッシュストラドウィックの1885年の絵画、運命の三女神、クロートラケシス、アトロポス、テートブリテに所蔵。モイラはギリシア神話における運命の三女神である。いくつかの伝承があるが、クロートラケシス、アトロポスの見柱で姉妹とされる。モイラは単数型で、複数型はモイライ。ポール・トゥマンの19世紀の絵画、 運命の三助心、個人像。モイラはもともと、ギリシア語で、割り当てという意味であった。人間にとっては、寿命が割り当てられたものとして、最も大きな関心があったため、寿命、死、そして生命などとも関連づけられた。また出産の女神であるエ英霊ュヤとも関連づけられ、やがて運命の女神とされた。最初は、単数で一柱の女神であったが、後に、 複数で考えられ、三女神で一組となり、複数型で、モイライと呼ばれる。人間個々人の運命は、モイラたちが割り当て、紡ぎ、断ち切る、糸の長さや、その変容で考えられた。まず、運命の糸を、自らの糸巻き棒から紡ぐのが、クロウトウで、その長さを測るのがラケシスで、こうして最後にこの割り当てられた糸を、三番亀のアトロポスが切った。 このようにして、人間の寿命は決まるのである。また、彼女たちは、意外にもギガントマキアーにおいては戦線に参加し、聖堂の梱包でアグリオスと、トーンという二人のギガースを殴り殺している。この他、テューポーンを騙して、無常の果実を食べさせて、彼の力を奪い、神々の勝利に貢献した。ある時、テッサリアのオアドメトスは、アポローンの協力を得て、 思いを寄せるアルケイスティスと結婚したものの、自身は重病にかかってしまう。この時、延命をアポローンに依頼されたもイライは、親族の誰かが彼の身代わりになるという条件のもとに承諾した。しかし名乗り出る者がいなかったため、結局、アルケイスティスが申し出て、身代わりに重病にかかって、死にそうになる。そこへたまたまヘイラクレースが立ち寄り、 アルケースティスを迎えに来た死神トナトスを締め上げたため、彼女は死を免れた。また、この他にも、メレアグロスの話に登場して、アルタイアーに、メレアグロスの運命を予言している。プラトーンの、国家の末尾にある、エルの物語では、クロートが、現在、ラケシスが、過去、アトロポスが、未来を司る神として登場している。見柱のモイライを、 このような名前で呼んでいるのはヘイシオドスである。ヘイシオドスは、新陶器の最初の方では、モイライを、ニュクスの娘だと歌っている。他方、同じ歌の中の後半では、ゼウスの王位継承と女神たちとの婚礼を歌い、最初の妻メーティスとの婚儀よりアテーナー女神が生まれたことを歌い、二番目に妻となった、テミス女神との間に、 季節の女神ホーラたち、すなわち、ウノミアー、ディケー、エーレーネーなどのかぐわしい女神を設けられたが、それに続いて、運命の三女神を設けられたと歌っている。ピンガロスは、モイライをテミスの娘とはせず、花嫁としてのテミスの付き添いとして見柱の女神を登場させている。ローマ神話では、パルカたちがモイラに対応する。複数型は、パルカへとなる。 役割や性格は、ギリシア神話のモイライの引き写しである。クロトに対応するのは、ノーナ、ラケシスに対応するのは、デキマ、アトロポスに対応するのはモルタである。モイライは、ゼウスの権威に従っており、ゼウスは、彼女たちに、物事の自然の秩序が尊重されるべく、図らうよう命じたとされている。しかし、トロイア戦争の物語においてはゼウスがモイライの、 決定に逆らえないことが示唆されている。このように神々と運命との関係はしばしば矛盾に陥っており、ゼウスは時に運命を支配しているようであり、時に運命の決定に従っているようにも描写されている。もう以来は、北欧神話における運命の三女神ノルンに類似しているが若干異なり、長子のウルズが、過去、樹詩のベルザンディが、現在、 末妹のスクルドが未来を司るとされている。ありがとうございます。